中尾という平は、大阪府仙南軍熊取町出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2016年から2018年のシーズン、途中までは MLB アリゾナダイヤモンドバックス参加のマイナーチームに所属していた。第5回世界大学野球選手権大会での中、5小学5年時にジップが監督を務める少年野球チーム、熊取ベアーズへ、 双子の兄と揃って入団。熊取町立熊取北中学校への大学中には、貝塚シニアへ所属した。中学校卒業後に、ジップの出身地にある近代新宮高校へ、兄弟揃って、スポーツ進学コースの第一期生として進学。さらに、創部されたばかりの公式野球部に入った。野球部では、2年夏からのベンチ入りを経て、 3年夏の選手権和歌山大会で準々決勝に進出。しかし、春夏を通じて、阪神甲子園球場での全国大会と縁がなかった。高校からの卒業後に近畿大学へ進学すると、関西学生野球リーグの競合である硬式野球部に入部。1年時の春からリーグ戦へ出場したが、最初の1年間は下半身の強化に専念した。 二年時の春季リーグでは、チーム10試合中9試合に登板。3勝0敗、防御率1.47という好成績で、チームの2期ぶり優勝に貢献したほか、自身も MVP を獲得した。さらに、チームの優勝によって進出した、全日本大学野球選手権大会の1回戦で、全国大会にデビュー。東院横浜大学を相手に、1失点で、 関東勝利を収めた。3年時の春季リーグでは8試合に登板。4勝2敗、リーグ2位の防御率1.11という成績でベストナインに選ばれた。さらに、秋季リーグ戦でも7試合に登板すると2勝3敗ながらリーグトップの防御率0.98を記録した。4年生だった2011年には、春季リーグで8試合に登板すると5勝3敗。 防御率0.74をマーク。2期連続でリーグトップの防御率を記録するとともに、自身2度目のベストナイン選出を果たした。続く、周期リーグ戦では、10試合の登板で3勝4敗、防御率2.15、72奪三振という成績を残した。在学中には、リーグ戦、通算50試合の登板で、19勝13敗、2 6十。 脱三振、防御率1.48を記録。4年生だった2011年度には、大学野球の選手として、日本学生野球協会から表彰された。大学2年生だった2009年には、夏の第25回アジア野球選手権大会と秋の第37回日米、大学野球選手権大会に、日本代表の一員として出場。日米大学野球では、 通算3試合で4被安打4、6奪三振、1予死球を記録した。11月22日に東京ドームにて開催された日本初の NPB 選抜チームと大学選抜チームによる交流戦にも大学日本代表の一員として参加したが実際には登板の機会がなかった。大学4年生だった2011年にも第5回世界大学野球選手権大会の 日本代表に選出。3試合に登板すると、打者11人に対して1飛安打、4奪三振を記録した。2011年の NPB ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから2巡目で指名。契約金8000万円、年俸1500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は16。そして私の一番の推しであった。ロッテ時代2012年には、 3月31日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕カード第3戦8回裏に一軍公式戦へデビュー。一四万塁からの救援当番であったが、2社連続脱三振で切り抜けた末にチームが勝利したため、試合後にはヒーローインタビューを受けた。4月22日の対埼玉西武ライオンズ戦では1点ビバインドの8回表からの 救援当番で1イニングを無失点に抑えると、その裏にチームが逆転したため1軍公式戦初勝利を記録。試合後のヒーローインタビューでは、ウィニングボールは一番感謝している両親にあげたいと述べた。1軍公式戦では、通算27試合の当番で2勝5ホールドをマーク。シーズン終了後の契約交渉では、前半戦の働きが球団の査定に反映されたため、 推定年俸1650万円という条件で公開した。2013年には故障の影響で春季キャンプから公式戦の開幕直後まで2軍で過ごした。4月に1軍へ昇格するものの1軍公式戦で打者9人を相手にも支給を出すなどと請求が安定せず2軍へ降格。シーズン2算では1軍公式戦5試合の当番で0勝1敗。 防御率18.00という成績にとどまった。シーズン終了後には FA 権の行使によって埼玉西武ライオンズから枠井秀明投手が移籍。枠井が西武入団時の背番号でもある16をつけることを希望したため背番号を13に変更した。2014年には一軍公式戦5試合に登板。通算の投球回数は4イニングで零勝一敗。 防御率6.75と振るわなかった。2015年には入団以来初めて一軍公式戦上の登板機会がなく10月3日に球団から戦力外通告を受けた。NPB 他球団での現役続行を希望していたことから2015年11月10日に12球団合同トライアウトへ参加した。シートバッティング形式で打者3人と対戦したところストレートで 最速時速1 4 5トルを計測したものの、2支球1支球という結果で、請球難を露呈。結局、NPB た球団から獲得のオファーはなく、12月17日に、ベースボールチャレンジリーグの武蔵ヒートベアーズへ入団することが発表された。この間に、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちのスタッフからの密着取材を受けていたため、 12月30日に TBS 系列で放送された同番組で取材の模様が紹介された2018年2月26日前述のプロ野球戦力外通告を視聴した日本在住のメジャーリーグベースボールスカウト関係者が中国の独特の投球フォームや投球術に注目 MLB の各球団に中国を売り込んだところ2016年1月に フィラデルフィア・フィリーズ、アリゾナ・ダイヤモンド・バックス、テキサス・レンジャーズがアメリカ国内でのスプリングトレーニングへ中豪を参加させることを検討した。2016年2月2日には上記3球団のスカウトが視察する中、アゲオ市民球場のブルペンで投球練習を実施。その結果、ダイヤモンド・バックスが非公式ながらメジャーチームのスプリングトレーニングへ参加することを中豪に打診した。 さらに、武蔵球団も、この打診を容認したため、中後は、招待選手として、単身で参加することを決めた。武蔵への入団から MLB への挑戦を、決断するまでの間には、バースデーが、密着取材。同月13日には、その模様が、関東ローカルで放送された。2016年3月1日に、ダイヤモンドバックスとマイナー契約を締結。 シーズン当初は、ルーキー級アリゾナリーグの、アリゾナリーグダイヤモンドバックスに所属したが、6月23日に、シングル A ミッドウェストリーグのケーンカウンティクーガーズ、7月1日に、アドバンスド A カリフォルニアリーグのバイセイリアローハイド、8月3日に、トリプル a パシフィックコーストリーグのリノエーシズに昇格。MLB への昇格には至らなかったが、3A の公式戦では、 13登板試合連続無失点を記録した。2017年1月10日に改めてマイナー契約を締結した。背番号は64で契約後は前年に続いてメジャーチームのスプリングトレーニングへ招待選手として参加。首脳陣からメジャー昇格まであと少しのレベルまで来ているとの評価を受けたが3月6日に球団から マイナーチームへの降格を通告された。シーズン中は 2A と 3A の公式戦で日米を通じてプロ入り5最多の登板数と投球イニング数を記録。通算防御率2.53で球団の幹部から高い評価を受けたが MLB への昇格は見送られた。このためシーズンの終了後には NPB への復帰も視野に進路を白紙へ戻すことを示唆。実際に 複数の NPB 球団が中5の獲得を検討していたが、結局はアメリカ球界で MLB への挑戦を続けることを決めた。2018年には前年に続いてダイヤモンドバックスのスプリングトレーニングに招待選手として参加。その後はマイナー契約で 2A のジャクソンジェネラルズに所属したが、公式戦24試合の当番で1勝1敗。 防御率5.29と振るわず、6月21日付で契約を解除された。マイナーリーグから MLB への挑戦を2018年で終えたいとの意向を示したことから、左腕の急エンジンの強化を求めていた NPB の横浜 DNA ベイスターズが入団テストの合格を条件に獲得を打診した。中あとは、この打診を受けて二千十八年六月十九日に、 入団テストへ参加。テストを視察した DNA の高田シュゲルゼンレラルマネージャーがメディカルチェックで問題がなければ中5と契約する方針であることを同日中に明言した。7月4日に DNA が中5の獲得を正式に発表。NPB への復帰は4シーズンぶりで背番号は91。7月20日の対阪神タイガース戦8回裏に NPB の一軍公式戦へゴシーズンぶりに登板したが、3日安打1を死休に失点を記録した末に、1イニングで降板した。その一方で、8月28日の対、中日ドラゴンズ戦では、復帰後初ホールドをマーク。同点から勝ち越されるピンチをしのぐ投球で、チームの勝利につなげたことから、試合後には復帰後初めてのヒーローインタビューも、経験した。 NPB のシーズン全体では、1軍と2軍を2度にわたって往復しながら、1軍公式戦8試合へ登板。通算の投球回数は7回1、3にとどまったが、防御率3.68を記録した。2019年には、イースタンリーグで、チーム最多の44試合に登板すると、防御率1.17という好成績をマーク。軍公式戦のでは試合のみで、 防御率を3.38にとどめていたが、10月1日に戦力外通告を受けた。通告の直後には、戦力外は3回目で、もう30歳で、家族もいるので、今後については、何とも言えないと語っていたものの、11月12日の12、球団合同トライアウトには参加せず、同月25日に球団を通じて、現役引退を表明。くしくも25日には、 表明の前から球団が関与しないトークショーへの参加を予定していたためこのイベントでファンに向けて現役引退を報告した12月2日に自由契約公示された2020年シーズンからは DNA の球団職員に転身する戦術ノン投法とも呼ばれるスリークオーターやサイドスローなど腕の位置を多彩に使い分ける変則左腕その投球スタイルから 和製ランディ・ジョンソンとも称される。変則フォームで投げ始めたきっかけは、中学生時代に所属していたシニアリーグの監督からサイドスローを勧められたことにある。もっとも、中5本人の話によれば、サイドスローがものにならなくてので、何も教えてもらえなかった。干されたと感じたので、自分でフォームを改良したという。大学生時代には、 最速時速 151km のストレートとスライダー、シンカーなど多彩な変化球を投げていたが、ロッテへの入団後には、投球の割合は、ストレートが10%、チェンジアップが1%、残りの89%はスライダー。スライダーは僕の生命線と語っている。MLB3 球団のスカウトが視察した前日の投球練習では、調整の段階で、 ブルペンに入ったにもかかわらず、ストレートで時速140キロメートル台中盤のスピードを何度も計測。決め球のスライダーも披露した。その後に入団したダイヤモンドバックスでは、ツーシーム、チェンジアップ、DNA 入団後はカットボールの投げ方も習得している。三振を奪う能力が高い一方で、ロッテ時代には請求に苦しむシーンも多かった。 ロッテ時代の一軍初登板の際には、内村健介がスライダーに空振りし、投球がそのまま内村の体に当たった。正の、中語、中、後ろと読む例は、日本全土でも少なく、大阪府内の電話帳では、中語本人の実家一件の電話番号が登録されているという。中後自身も、自分の家族以外で、中語姓の人に会ったことがないと述べている。 近畿大学附属新宮高校の出身者から初めて誕生したプロ野球選手でロッテへの入団が決まってからはアーム式のピッチングマシームを同部へ寄付している。家族揃って阪神タイガースのファンでロッテ入団の直後には檜山慎二郎と対戦するのが夢と語っていたが実現には至らなかった。ロッテからドラフト会議の2位で指名された直後には1位。 指名されると思っていましたとコメント。自身と同じ大学4年生のサワン投手で、ロッテから1位で指名された藤岡隆弘を何年か先には抜いてみせますとも述べていたが、わずか4年で戦力外通告を受けてしまった。2012年1月に千葉ロッテマリーンズ領へ入領したが、ドラフト4位指名で自身と同じ関西出身の増田、直也と共に当初の予定より遅く、 寮に到着した。関西から JR の電車を乗り継いで寮へ向かう途中に、東京駅から寮の最寄り駅である武蔵浦和駅まで、京葉線、武蔵野線経由で移動したことによる。このルートでは一本の電車だけで移動できるが、電車を乗り継ぎながら他の路線で移動する場合に比べて2倍以上の時間を要する。ロッテ3年目の2015年4月22日には4。 22という語呂合わせで、1歳年下で、元保育士の女性と入籍。しかし、妻が第一子を出産する直前に、ロッテから戦力外通告を受けた。同年の12球団合同トライアウトの直後には、NPB た球団から獲得の打診がなかったことから、家族との生活を背景に、野球指導者への転身を検討。3週間悩んだ末に、 好きな野球を取り上げることはできないから、やりたいようにやったらいいという妻のアドバイスに沿って、武蔵への入団を決意した。なお、武蔵への入団決定直後には、第一子が誕生している。プロ野球戦力外通告での取材中には、独立リーグでは、年収が150万円程度で、とても家族を養えないという理由から、武蔵でのプレーを1シーズンに限ることを明言。 それまでに NPB への復帰を果たせなかった場合には現役を引退する意向があることも示した。実際にはダイヤモンドバックス参加の球団を経て3年半後に DNA で NPB へ復帰している。MLB3 球団からスプリングトレーニングへの参加を打診された当初は年収の低いマイナーリーグから参加する可能性があることや 上記の事情を考慮しながら慎重に検討。後にメジャーリーグのトレーニングへの参加を非公式に打診されたことから単身でアメリカに渡った上でメジャーリーガーを目指すことを決断した。MLB へ定着した場合に新編が落ち着いた時点で妻子をアメリカに呼び寄せることも考えていたが3シーズンで一度も昇格を果たせないまま日本への帰国に至った。ありがとうございます。